さあ後半戦だ、いくぞ。10段落目、10番打ってゆくほどに。これは A と C が馬をペシペシ走らせているということです。打ってゆくほどに、また新手の武者50騎ばかりいできたり、また新たな敵が登場。 OK、 たりは完了だね。問題ないでしょう。君はって呼んであげてね。これはちょっと先読みしちゃうと、ここに孟子っていう謙譲語があるから、このセリフは C のセリフだから、この君っていうのは A を指しているはずなんだ。君はあの松原へいらせーたまえ。はい、また出てきたよ。せ、尊敬の助動詞、たまえ、尊敬の補助動詞だから二重尊敬だね。金平、丸をつけて C としておこうか。金平は C はこの敵防ぎソーラワン、うんはもう何度も何度もやってるけど意思だね。字汚いね。意思だね。 OK と申しければ木曽殿のたまいけるは、ほら、のたまうっていうのは尊敬語でしょ。だから、木曽殿、丸をつけて A としておくよ。いいね。木曽殿は言いましたとさ、A のセリフです。義仲 A って書いてある。都にていかにもなる。うわー、これ超大事。いかにもなるっていうのは、死ぬという意味の言葉です。僕、義仲はね、都で死ぬべかりつる。べかりつるのべかりは当然でいいでしょう。つるは完了。都で死ぬはずだった僕は、ここまで逃げてこれたのは、何時、何時っていうのはあなたって意味です。ここで言うあなたはもちろん死を指しているはず。何時と一緒で死なん。この運はやっぱり意思だよ。めんどくさいからもう漢字一文字にするね。君と一緒に死にたいと思うためなり。なりはもちろん断定。僕は君と一緒に死にたかったんだよ。ところどころで打たれん。これが受け身意思。別々に殺されるよりかは、ひとところでこそ打ち死にをもせんね。いいね。こそ。依然形だね、この目はね。この目は依然形。じゃあ、この目って何？これ、もともと無だった。もともと無だった。だから、意志なんだ。そう。だから僕は一緒に死のうと思っています。というふうに言ってるわけですね。何情けねえこと言ってんだよって話なんだけどね。と、馬の鼻を並べて書けん。この運は意思でいいでしょう。そう、馬を一緒に走らせようとした。誰が？ A が。 A が一緒に走らせようとしたので、今井四郎、丸をつけて C。 今井四郎は馬より飛び降り、すごいね今井さん、すごいね。馬より飛び降り、主の馬の口に取り付いて申しける。 OK、 主、これは A を指している。見えてるか？ A を指している。主の馬の口に取り付いて、いいね。これ異音便、異音便。申しけるは、ほら、謙譲でしょ。謙譲語の言葉でしょ。で、ける、これは過去だね。で、これ C のセリフが始まるよってこと。 OK、 ちょっと曲がっちゃってね、ごめんね。ちょっとトントンするね。OK、 弓矢取りは、はい、C のセリフです。弓矢取りっていうのは武士のことですね。弓矢取りは年頃日頃、いかなる巧妙総来とも。総来は丁寧語、何あるって訳してくれればいいでしょう。ども逆三角。
最後の時深くしつれば連れ完了。長き傷にて候。ちょっとここの部分をまとめたプリントを見てみましょう。12番、ページは5ページです。ここでいいかい。弓矢取りが武士、不覚は不注意からする失敗、つまり不注意によって大したことないやつに倒されちゃうということ。そして長き傷って何ですか。末代までの不名誉、武士としては最も避けなければならないことと書いてありますね。 OK。 つまりあなたがここで大したことないやつに倒されるのはあかんって言ってるわけなんですね。 OK。 続けていくよ。長き傷にて候なりと書いてありますね。オッケー、優勝。もちろんこのなりは断定。断って書いておくね。続けていくよ。恩美は疲れさせたまいて候。恩美っていうのは今 C のセリフだから、この恩美は A を指している。恩美は疲れさせたまいて、ほらまた二重尊敬出てきた。候、今あなたはとても疲れていらっしゃいますね。さっきとは逆のこと言ってるね。今あなたは疲れていらっしゃいます。続く税は候らず、ず打ち消しね。 OK。 続けていくよ。敵に押し隔てられ、このられ受け身、誘拐なき人、はい、さっき言ったね。誘拐なき人は大したことないやつ、取るに足らないやつ。取るに足らなき人の、労働に組み落とされれば受け身だよ。させたまいて、させ尊敬の助動詞、たまい補助動詞だからやっぱり二重尊敬だね。させたまいて、打たれさせたまいなば、このさせたまえも二重尊敬。大事なのはこの名が完了だということ。これね、なば、あの音にばがついている時っていうのは仮定、仮のことを言っている時に使うんですね。もしあなたが倒されてしまったらっていうふうに言ってるわけです。さばかりの日本国に聞こえさせたまいつるって書いてあるね。聞こえはさっきありました、有名である。させたまい、おいおい、このたまいは代々で塗るべきだったよね。代々で塗るべきだった。ほら、させたまいもこれも二重四角で囲んどきな、二重尊敬だ。つるは完了。つる木曽殿、丸をつけておくよ。木曽殿は A だ。木曽殿をば、それがし、誰かって言うんだったね。誰々が老頭打ち立てまつたるっていうふうに書いてあるわけだね。倒しましたっていうふうに言ってるだけか。あとでここの敬語の部分しっかり見ておくこと。いいね。たるは完了。何度申さん。いいね。申す献上。そして、これは、水量と取っておいてほしい。丸水と書いておくよ。OK、 水量ね。とこそ口を臭候へ。口を臭はこれも大事な言葉だね。残念だ。 OK。 ただあの松原へいらせたまえというふうに言ってるわけです。はい、この聖たまえも二重尊敬。いいね。つまり一緒に今戦おうとしている、一緒に死のうとしている A をですね、 C は引き留めて早く自害してくださいと言っているわけです。と申しければ基礎、丸をつけて A、 さらば、そうであるならばという意味です。そうであるならばとて、
アワーズの松原映像をかけたもん。いいね。続けていくよ。14、今井志郎。ただこいつはなかなか倒されないんだね。丸をつけて C。今井志郎、ただ一機50機ばかりが中へ駆け入り、一人で50機の中に突っ込んできました。踏ん張り立ち上がり大音声を上げて名乗り蹴るは C のセリフ。日頃は根にも聞きつらん。根っていうのは噂って意味です。噂で聞いたことがあるだろう。つ、官僚、乱、現在水量ってやつだったね。さっきやったね。乱、現在水量。今は目にも見たまえ。お前噂で聞いたことあるだろう。今現実を目の前にしてるのが俺だ。そんなこと言ってるわけです。木曽殿、丸をつけて、の、御目のとご、今井四郎、金平、丸をつけて C。少年33にまかりなる。33歳になりましたって言ってるわけですね。なるというのはここでは断定でございます。まかるっていうのは謙譲の言葉ですよ。去るものあり、去るそのようなっていう意味です。つまりこのそのようなの内容っていうのは、ここ指してるわけです。木曽殿の目のとこに33歳になる今井四郎金平がいるよってことを指しているわけですね。去る者ありとは鎌倉殿、こいつは丸をつけて B、 頼朝のことだった。鎌倉殿までも城を示すお尻になるという意味ですね。レタルランゾ。 OK、 これちょっと書けないから、ここに書いてあるかな、ないな。はい、じゃあ確認するよ。口で言うから書いてね。レ、受け身。たる、官僚。乱、現在水量。受け身、官僚、現在水量ですね。たる乱ぞ。金平打って丸つけて C。剣山に入れよ。お店になってくださいって言ってるわけですね。つまりこれなんでこんなこと言ってるんでしょう。俺を倒せって言ってますけども、なんでこんなこと言ってるかっていうと、まあ、簡単に言えば時間稼ぎですよね。これ時間稼ぎです。明かり書いていい？この部分は時間稼ぎ。OK。 あ、やっぱり書いてありましたね、ちゃんとね。そう、木曽殿、つまり A が自害するまでの時間を作ろうとしたわけなんです。 OK。 続けていくよ。居残したる安次の矢を、これ C のこと言ってますね。 C は確か8本の矢を残していました。差し詰め引き詰め散り散りにいる。まあ乱射したわけです。師匠は知らず、図は打ち消しだよ。図は打ち消し。やにわに、急にって意味の言葉でした。急に敵発揮、射落とす。すごいね。すごくない？だってさ、8本打って8人倒すんだよ。すごいよね。その後、打ち物抜いて、あれに馳せ合い、これに馳せ合い、切って回るに表を合わせる者ぞなき。そりゃそうだ、こんなやつ戦ったら命いくらあっても足んない。そう、 C は強いって言っただけ。分取り余った下に蹴り、これ C がね、敵の武器を分取って戦っていました。たり、官僚、蹴り、過去。ただ、イトレア。 C のセリフなのかな、わかんないけど、はい、C を射取りなさい。とて中に取り込め、雨の降るように行けれ、打った打ったけれども、とも逆三角。鎧良ければ裏書かず、図打ち消しだね。つまり今井の着ている鎧がいいものなので、なかなか貫通しない。
空き間をいねば、はい、この根も大事だよ。この根、打ち消しだよ。隙間を打たなければ、手、この手は、怪我ですね。怪我も負わなかった。この図も打ち消し。OK。つまり、今は時間稼ぎしていますが、なかなか倒されませんということですね。さあ、木曽殿はどうかっていうと、簡単に倒されます。木曽殿、丸をつけて、は、ただ一騎、阿波津の松原へ駆けたまおが、正月21日、20日余り1日って読むべきだね。入りそうばかりのことなるになる。これは、断定としとこうかな。薄氷、はったり蹴り、これ、即音便だね。たりけり、もう書かないぞ。たり、完了、けり、過去。いいね。深田ありとも知らずして、深い田んぼがあることも知らなくて、馬をざっと打ち入れたれば、はい、田んぼの中にはまっちゃったんですね。打ち入れたれば、馬の頭も見えざりけり。いいね。ざり、完了じゃなかった。ざり、打ち消し、けり、過去。あうれども、あうれども、どうも逆三角ですね。あうるっていうのは馬を走らせようとしてお腹を蹴り上げること。あうれども、あうれども、うてども、うてども、働かず、馬は動かないよって言ってます。今井が行方のおぼつかなさに、おぼつかないっていうのは気がかりだという重要単語。おぼつかなさに振りあおぎたまえる内兜を、つまり兜脱いじゃったんですね。 A は兜脱いじゃったんです。今井はどこにいるんだろうっつって兜脱いじゃったんです。ダメです。戦場で兜を脱ぐのは自殺行為です。わかりますね。三浦の石田次郎ためしさ、 H としておこうか。追っかかってよっぴーでひょうふつといる、つまりその脱ぎたてのところをパンって打ったわけですね。痛手なれば、痛手っていうのは大怪我って意味です。大怪我なれば、なれ断定。大怪我を負っちゃいました。誰が？ A がね。 A が大怪我を負いました。真っ向を馬の頭に当ててうっぷしたまえる。まあ要はもう馬にデローンと寝転がっちゃってる感じですね。はい、うつ伏せに寝ちゃってる感じです。大事なのはこのる、このる絶対聞かれる。これ完了なんだ。これ一個しかないね。このるが、るが完了って一個しかなかったね。これちゃんとチェックしといてね。多分出るよ、ルー完了。これ覚えるだけで2点ゲット。ところに、石田が老頭、H か。石田が老頭2人落ちようで、ついに木曽殿、丸をつけて A。は、とってん下痢。これは蹴りです。完了。太刀の先に貫き、高く差し上げ、大音声を上げて、はい、H のセリフ。この日頃、日本国に聞こえさせたまいつる。いいね。声は評判である、噂に聞くっていう意味ですね。させたまい二重尊敬、つる完了、木曽殿 A と書いておく。木曽殿を三浦の石田次郎、これ H だね。石田の次郎は打ち立て祭りたるぞやというふうに言ってますね。もうちょっと上かな。 OK 大丈夫。はい、と名乗りければたるは完了。もう覚えたっしょ。けれ過去。さあ、つまりどういうことかっていうと、木曽殿は今井の親切を無にしてしまったんです。自害できずに終わってしまいました。自害できずに討ち取られてしまいました。それを確認しておきましょう。
はい、義仲の最後について今井の様子が気がかりで顔を上げた時に兜の中を射抜かれた。最後まで今井のことが気になった。顔を上げなければ致命傷は受けなかったはずなのに、せっかくの今井の忠告が無駄になったということですね。 OK、 さあラストいこうか。18、やっと終わるね。ラストいくぞ。はい、ラスト。今井四郎丸付けて C、戦し蹴る完了じゃなかった、カッコだね、危ないから書いとく、カッコ。戦し蹴るがこれを聞き、つまり A が討ち取られたってことを聞いたんですね。 A がやられた、 A やられた、 A がやられたということを聞き、今は誰をかばわん、この馬石、かばうべき相手がいなくなってしまったことを言っています。今は誰をかかばわんとてか、戦をばすべきというふうに書いてありますね。これも反語だね、かべき、反語だね。俺何のために戦ってんだろう、戦う必要ねえじゃんつってるわけです。でその後、これを見たまえ東国の殿原、日本一の功の者を自戒する手本とて、太刀の先を口に含み馬より逆さまに飛び落ち、突っかかってぞ失せに蹴る。すごいね。ウスも死ぬという意味です。刀を伸び込んで体を貫通させたって言ってます。に蹴るは先ほどもやりました完了過去、過去完了セットです。死んでしまった、さてこそ合わずの戦はなかりけれ、なんていう風に書いてありますね。最後の確認です。では今井の最後はどうだったか。木曽が自害する時間を稼ぐために戦っていたが、木曽が討ち取られてしまった、ことを知り戦う意味がなくなった。木曽に代わって東国名誉のために日本の、自害の手本として壮絶な自害、すごいよね。刀を飲み込みながら死ぬ、すごいよね。そういう死に方を見せたということでございました。いやーちょっとねカメラが慣れなくて皆さんもちょっとね見にくかったと思うんですが、とりあえずやりきることができました。では今日はこの辺にしたいと思います。次の時間は、これの確認テストを実施していきましょう。じゃあさよなら。